国防軍と武装親衛隊の可視官に、白兵戦、賞金賞を授与するファインリヒヒムラー、親衛隊全国指導者。1944年10月白兵戦勝は、ナチスドイツが1942年11月25日に制定した記章。一定期間、戦車などによる装甲兵力の支援なしで、近接戦闘を行ったドイツ国防軍及び、 武装親衛隊の軍人が、授与対象で、軍服の左胸ポケットの上部に配用した。任務や場所を問わず、敵の表情がわかるほどの近距離で行われた戦闘が審査の対象とされた。この勲章には、授与基準を満たした、近接戦闘を行った日数によって、金アキラ、銀章、銅章の三等級が存在し、特に、金アキラは、 岸鉄十字章にも匹敵する名誉で受賞者が軍学校で自らの戦闘経験を教授する任務を与えられたり、アドルフ・ヒトラ総統が直々に授与することもしばしばあった。また、負傷をした者や東部先生に従軍している者には必要な近接戦闘の日数を減らすなどの調整が行われることもあった。受賞者がすでに死亡していた場合には、 この勲章は遺族に送付された。なお、ドイツ国防軍及び武装親衛隊に所属した1800万人から2000万人の軍人に対して、同章が36,400人、銀章が9,500人、金明が631人に授与された。ありがとうございます。